黒ずみエースということで、今日は急に時間ができて、このシャツじゃないです、もう普通の T シャツです。アニバーサリー第2弾、今日金曜日ですけども、今日開始されたということで、アニバーサリーガチャ今日はやりたいと思います。まずはですね、運試しにプロスピエースマンスリー感謝祭プレゼントスカウト、お一人様1回限り無料で引けるスカウト S ランク自チーム選手1人確定がやります。ソフトバンクで一番欲しいのはサードのマッチシリーズ2、もちろん、もしくはシュートを取ってタイトルホルダー出てくるから、盗塁を取るから、そのためにも、もしくは森シリーズ2が欲しいマンスリー1回限りガチャやります。とりあえずスタート。まあでも当然当たるんだもんね、絶対ね。マッチ、森、シュート、しかも、まあ、それ以外でもいいけど最低シリーズ2。最低シリーズ2、いきなり来たマッチ、一番最初にマッチシリーズ1 持ってんのか持ってないのか分かんないね。え、でもこれあるから2枚引きかな。いや、でもこれ1枚で1枚なの。あ、終わりだ。あ、1枚じゃあ当たってるよ、マッチシリーズ1だけどあ、1枚10枚じゃないんだ、1枚俺もまだ素人だね俺2枚引きやと思ってた。でもすごくない、マッチ当たってシリーズ1さあということで、持ってんのか持ってないのか分かんない。でもマッチ引けないよ、2人しかいないからね、1と2。それでマッチだよ。シリーズ2やったらしいじゃん、鳥谷と佐野選手です、ね。あ、佐野と鳥谷、佐野いいの。あ、ミート A。まあまあ鳥谷はすごいよ、ショートの、スタメンか出場、史上最多も作ってね、石井拓郎さん抜いて、まあ、すぐ坂本に抜かれるらしいんだけど、でも今抜いて1位ね。鳥谷自体はすごいのよ。だから俺クレイさんもよく言ってるけど、ゲーム内ね、ゲーム内の評価、鳥谷だけはいらないよね、マジで。総力型使う用途なくない。俺だから俺はマーティンでよかったんだって、俺マーティンめっちゃ入れたのに。まあ仕方ないね、鳥谷よかったじゃんこれあれだよ、フラグじゃないからで、欲しいのはやっぱドラフト1位は中日の大野雄大が欲しい。だからあれでしょ、最後は欲しいのもらえるんだよね。だから大野が一番欲しい、2位山田哲人、3位が吉田かな、吉田正尚が岡本、西でもいい。取りたいだけはいらない、ゲーム内ね。俺は鳥谷をディスってるわけじゃないんだから、ゲーム内でのお話。さあ行きましょう。1回目、お、いきなり突き、調子君絶好調来るんちゃう今回も。普通だ。おお、はい、確定、イエーイ。虹、あれ、これあれあんのかな。でも前も50だったもんね。でクレイさんと沼にはまっちゃって 50%。 あ、押しちゃった、焦って。ブルーだったのに。さあカモン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 、大野が山田来たら最高。ドキドキするな、来い山田来たー。いやー、来た山田ですとよっしゃー、ザッキューチームに入団、ドラフト1位でおめでとう。やっばい、俺セカンドいなかったからね、外崎ずっと使ってたから。やっばい、来た、すごくない。でも前回クレイさんに負けて払っただけあるよね、やっぱり。お、もう一回来た。おお、かっこいい。おお2枚引きえ、1枚目なんかあった？ 1 回目なんもないよな。わっこいい。2枚引きアニバーサリーやばくない？しかも俺涌井結構ロッテのやつ持ってるから餌いけるよ。あっびっくりした、また来たんかと思ったらフランソワだった。なんもなかった。3回目もう2枚引いてだから4枚確定で。さあ2回目来るなこれ。全員いくか、全員引けるんじゃん。さすがにさすがに2回連続はないか。なんぼなんでもなんもなんでもちょっとは期待してるけどね。なんぼなんでもね2個なんぼなんでもない。あと A 欲しいね。 A の山田テストとかな。さすがにこれはなんもないか。スパンジェンバーグ噂のスパンジェンバーグ。さあ3回目確定。大野来たら最高よ。かぶりはいらない。あと鳥谷もいらない俺は鳥谷が嫌いだから言ってる。ゲーム内の評価ね、それを皆さんよく分かってくれね。さあ3回目お流れ星2枚引きまたあるんじゃん。あ自信もあるんじゃんな。ひょっとしたらおら、銚子くん絶好調。2時からの銚子くん絶好調で、あと1回来たら2枚引きちゃう。もう1回ブルー、おブルー光って当たれ。あ空振り。幸子幸子割れませんかって。これ2枚引きかな。おびっくりしたデラロサだった。え、2枚引きじゃないの？あ、2枚引きじゃなかった。さあ堂林、まあまあいいね。堂林も同値らしいのだからリーグとかにいいよ。もうでもあとは4回目あと1個欲しいな。あ月確定以外で俺銚子くん絶好調マジ出るよ。お確定また暑いね。ほらほら光った光った光った。もう当たれ当たれ当たってく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 れ。あ当たれん来てくれ。王の声来い。おうちが分かったイエスカバー岡本、岡本和真涌井の絵いいね。今山田涌井堂林岡本4人あれしかも全員アニバーサリー。もう一番左だ最後大野いるからでああさすがになんもないか。また絶好調だね。毎回絶好調だね。おお確定よし来い。大野か吉田正尚ねえ当たれ。あなたなんか行こう。さあ大野が吉田さん来い。松井裕樹シリーズは50歩外した。まあまあそんなね上等よ上等よ上等よ。鳥谷 A のねさあ最後自チーム確定。王のね間違ってない中日 OK。まただよ。あと1個なんか2枚引きにないかな。これ銚子くん絶好調からの虹でブルーは3枚引きじゃないのか。あ、3枚引きって言い過ぎたわ。調子こいてるわ。おでブルーこれ絶対2枚引きやる。当たれ。当たった当たった。あ、それ当たるわ。だってチーム確定だもん。絶対2倍引き。途中までに来たら2倍引きやろ。え、1枚やの？あんだけ出たのにレインボー以外だって流れ星以外全部出たよな。これで2枚引きじゃなかったらもうようわからんで。来た中山筋肉シリーズは。はい、よかったよかったよかった。はい、大野入団おめでとう。さあ、というところで6回中山田でしょ、涌井で岡本、堂林、大野、松井、中山7枚 S ということでありがとうございます。